わっほさ、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ボーケー SM9、はい、12D ウェッジ僕たち使ってるじゃないですか。はい、ちょっと僕いじりました。お、まあ、ちょっとこのいろいろ考えることがありまして、はい、まあ、ラフで飛ばなくしたい、はい、ラフからのアプローチ飛ばなくしたいっていうのが、まあ、第一の目的だったんですよね。はい、ちょっと見てもらいましょう。で、これがまあ、まっちゃんの使ってる、はい、3D 何もないですね。まあもうスタンダードな感じですね。はい、で僕のやつがさっき成田コースで削って、ちょっと削ってありますね。はい、はい、この感じとこの感じなんでちょっと見えづらいと思うんですけど、はい、まあちょっと頂点を削った、はい、この要はちょっとまっちゃんここで止まっていい、このバンスのバンスあるじゃないですか、こういう角度で、はい、で要はこの頂点あるじゃないですか、要はここが当たるんですよね。はい、最後の最後はここが当たるんで、この当たるところをちょっと前に持ってこようと思ったんですよ。はい、だバンスの角度は一緒なんですよ、12なんですよ。そうですね。でこれは削ったやつはソールのこの頂点を前目に持ってきたんで、はい、最後に地面に当たるのはここなんですよ。はい、さっきより1ミリ前側に来たんです。前側になったんですね。なってますね。全然違うんですよね。はい、1ミリですね。そう、だバンス角は一緒なんですけど当たるところが違う、はい、ソールので、まあこうやって打っててラフから打ったりもしたらやっぱりちょっと飛ばなくなったんですよ。そうですね。まあ、それはそうじゃないですか、はい、開いて使った時にバンスって結構当たるから、はい、まあ、フルショットでも当たるんですけど、で何より変わったのがこの今ペタペタなフェアウェイ、ここちょっとライが、まあ、そんなに良くないんですよ。はい、ライがで、まっちゃんのと僕の打ち比べたらえらい違うわけ。いや僕びっくりしましたね。まあこれね、まずね僕のから打ちます。はい、まああのグリーンから、仮想カップ、うん、仮想カップ、はい、まあ、そこに止めることは難しいんですけど打っていきます。バンス当たってるんですけど、はい、タンタンってならないですよ。なんかこうだ手前いいところから入ってるんですけど、うん、ライが薄いからタタンってなるんですよね。バンスが当たってライが薄いと、ライが薄くてバンスがまあ強いんですけど、はい、バンスが弾かれてタタンってなっちゃうんですよ。はい、でならないように打つこともできるんです。こうやってピッて左に振り抜けば。そうですね。でも僕が今練習してる方はちょっと違うんですよ。で今のちょっとバンス当たった。当たりましたね。当たってもあれくらいで済むんですよね。あ、悪くないですよ何も。まあまあそんな別に悪くないですね。むしろ滑ってるぐらいだから、はい、いいんですけど、ちょっとそのまっちゃんのウェッジをもうその悪く言うつもりはないんだけど、もうずっと僕も使ってたんでちょっと仮で打ちます。打つと開いて使ってるんでバンスがまあ出てるんですよね。はい、この音の違いわかるかな。僕は現場で聞いてるとわかるだけ。現場で聞いたらわかりますね。まあ結果はあんまり変わんないですけど、結果で多分入ってるそのボールの多分何センチか手前から入ってるじゃないですか、うんうん、入ってる場所も一緒なんですよね。多分一緒なのよ。でも音とこっちの手に残ってる感触違うわけ。そうですよね。まあ、今のはちょっと当たらないように、そう、当たらないように言ったらスカッてなっちゃったのね。はい、それでなんかね、もう後ろ削って、まあ、今みたいになっちゃうな。特に削って変わったのが振り感が変わったの。いやこれ本当に不思議で、本当に削ったのってちょっとじゃないですか。ほんのちょっとなんですよ。ほんのちょっとしか削ってないんだけど、ここっすよね。うん、まあ悪くないんだよ、全然悪くないし、すごいいいクラブなんだけど元々のウェッジが、はい、まあバランスが当たるような感じで後ろが重たいわけね。こうやってなりますよね、クラブヘッドが、はい、こう削ったことによって多分本当にもう 1g も変わんない。多分 1g 変わるかは知らないけど、
フェースがね後ろに来ないんだよね。いやそうなんですよ、それを僕も打ってから気づいたというか、なんか実際に比べないと分かんなかったそう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 ことですよね。いやそれこそ僕がさっき削った時に、はい、まっちゃんのも削るって言ったら、いや僕はいいですっつって僕はこのままで大丈夫なんです。いやだってまあそこまですごい不満があったわけじゃなかったんで、僕は別にいいウエッジなんで、うんうん、でまあ別に、ね、優しいウエッジなんで、うん、まあ、大体どのライでも打てるじゃないですか、うん、不満がなかったんで僕はそこまで、うん、で今ちょっと松本打ってみなっつって打って、はい、っつったら、いやさ削ってもらっていいですか早かったね。いやなんかね全然違うんだよね。いやほんこれもうね感覚でしかないんですけど、本当にすいません、もう表せないんですよ、表せないです。これを多分トラックマンとか実習カットとか多分データで見たら、はい、若干変わってるみたいなのあると思う、多分ロフトが。ああそうですね、全然違うんですよね。なんかね重心が前じゃないんだけど後ろにないんだよね。後ろにないとなんかバランスが軽く感じるというか、ストレートに来るというか、そう、まあ、ドライバーと一緒だよね。そうですよね、ドライバーで後ろの重りを結構取ってる選手が今多い中、はい、それと一緒の現象がウェッジでも起きてると。統一されたんですね今。統一された、ドライバーとウェッジがこうスッとね、スッと入っていくのよ。スッていきますよね。何なんだろう、まあ、また変わってみますか。まあね、バランス角は多いんですよ、何回も言ってる、12なんですよ、はい、当たってる場所が違うんですよ、1ミリ1ミリでも1ミリってめちゃくちゃ大きいから。確かにその幅の1ミリは相当大きいですよね、うん、まあ僕コンクリの上でさっき素振りしてて、はい、でコンクリの上で素振りして当たるところを削ったわけ、はい、あここが当たってんだなと思って。そうですね、その幅がまあ大体1ミリだった、僕のやつね。はい、前にねスッと入っていくんだよね。そうなんですよ、そうなんですよ。だから このちょっと薄いライで、うん、ピタッてくる感じはなかったんですよ今まで。まあね、ちょっとやっぱ手前から、はい、タタンってなりながらも打ててたっていう、打てて、まあ、球がなんとなく上がって、そう、まあ、ぴったりは来ないけど、うん、まあちゃんくりしづらいよみたいなね。そうですね、だ僕は要はまあ、それってお助けクラブじゃないですか、これって結構優しいじゃないですか、はい、その中でもまあいろいろ開いたり使えるんですけど、タタンってなるのがやっぱ分かってるから緩めちゃうんだよね。そうだ、僕のイメージは、うん、ここで減速するイメージだったんですよ、うん、でタタンってなると加速するじゃないですか、うん、で帳尻合わせるって、はい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 、いつもまあこういうライは、うん、もうそもそもうまく打てないし、うん、それで行こうってなんとなく決めてたんで、うん、それで打ってたんですけど、やっぱり僕はね今こういろいろトレーニングを受けてて、はい、やっぱりこう自分のレベルをもっと上げないといけないと思って、はい、まあ、いろんな打ち方をこう練習してる中で、まあ、この間このバーで、はい、まあ、あの飯島弘明プロのアプローチを見てバンス8で当たるなって言ってたの。当たるんですかみたいな構えさせてもらったけど、ボケでね、はい、当たるんだと思いながら、僕はもうむしろスカってなるんですよバンス8は。そうだよね、はい、でまあまっちゃんねちょっと視聴者さんからプレゼントしてもらって、はい、まあ、58の 8M まあちょっと使ったんだけど、いやもうスカってなるしフェースに乗らないし、はい、刺さる。で僕も 2,3 球打たしてもらったら、はい、これは打てないと思ったんでね、はい、バランス角は必要なんですよ。そうですね、 12D は必要ですよ、ね、必要なんですよ。10もまあ10ぐらいあればいいと思うんですけど、はい、10か 12D 必要、幅なんだよね。で僕好きなウェッジ水野クラフトウェッジ、はい、あれバランス18、そうですね、あったんですよ 18T ってやつ、あ 58T ってやつだったんですよ、はい、でも三角ソールなんです、スリクソンのソールみたいに、まあこうですね、そうだ、当たるところが短かったから、はい、1アドロップ持ってたしいろいろできたの。でもあれがあんまりないんですよもう。まあそう、問題はそこです。だからそうそう、まあいろいろ変えていろいろ試して変えてこれになってきたんだけど、はい、ちょっと不満を持ってたわけ自分の中で、こうシーズン入って、あ冬はまあもちろん優しい、で夏はいろいろできる中でもっといろいろ打ちたいと思った時に、まあ確かにこれピタッこの感覚は
僕のやつのやっぱ1ミリ削ってないわけじゃないですか、うんうん、だとなかなか出せない。そうだね、このピタッとは来ないですよね、うん、絶対手前からタタンってなるんですけど、ピタッてくるですもんね。そうなんだね。で入ってってもバウンスがあるから、ちゃんとバウンス当たってるんですよ。ちゃっくりならないんだね、あんまりね。そうなんです、滑ってるんですよね。マジですか。だからまあ本当に不思議というか。そうですね、不思議ですね、この1ミリで。はい、で僕ちょっとそのフェース面ねチューンしてやるんですよ。映すんですか。はい、見えますかね、フェース面ね。これここっすね。そこを、まあ、色塗ったら、はい、結局この間松山選手が、はい、まあ、失格になった。フェース面までね、インクがこうあれしてたら、はい、っていうことで僕はちゃんと溝の中に白い修正液を入れて、そうですね、はい、ちょっと先っぽで打ちたいなって思ったんで。これあるとやっぱりちょっとこう先目で打とうっていう意識はありますよね。なるじゃないですか、はい、いやこれねなかなかその、まあ、ウェッジを削ってくれる工房なんてねほとんどないし、そうですね、はい、そんな知らないところに持ち込んでいって削ってくださいみたいなことは、はい、やってもなかなかやってくれないんで。まあ削る方も削りたい人のイメージと削った人でイメージが違ったりすると全然違う形になっちゃいますもんね、はい、これ僕ら自分のクラブ自分のお金で買って、はい、自分で削って失敗したらもうしょうがないっていう気持ちでやってるんで、やっぱり人のクラブを預かってやるっていうのは多分なかなか工房さんもいや結構厳しいですよね、はい、でも全然違うね、それ感じよくない。なんかあの当たり方が例えるなんですよ、うん、12僕が使ってるやつはつる、うんうん、こっちはドンつる、うん、あーね入ってからつるなんだよね。そうなんです、わかります、うん、僕の言ってることだからあれ使ってると、はい、強く入れれないんだよね。つるっていくんで、そう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 、つるっていくってことは加速するじゃん、うん、そう、だ強く入れるってことは加速させてる上に加速するから、そうめちゃくちゃ球強くいくじゃないですか。そう飛んじゃねえ、悩んでたじゃんね、はい、で一回ドンって入るととは、まあ、言ったらバンカーとかと一緒で下に入って一回下に入るから減速するわけじゃないですか、うん、で減速してでも深く入るからね、ためのつるみたいな。このなんだろう、ドンつる、これはもうねすごいです。全然違う、全然違うんだよね。マジっすか。いや俺は、はい、ラフからね こういうさ、まあ、このラフこういうラフでさ、まあ、その H から1ヤード2ヤードとか落としたい、はい、で、まあ、ふかふかなところは別に打てるんですよ。ちょっと微妙なんですよここ。だからその芝がまだ生え揃ってないところに入ったりしますもんね。そうです、その時に飛んじゃうのが怖いから緩めて結局ショートみたいなの結構あったんですよ。特に昨日ありましたもんね。昨日あったじゃん、はい、2回ミスしたあれ。あそうですね、2ホール連続ミスしてボギーボギーだった。これだとそんなに飛ばないからちょっと強くって入れて、でもバウンス当たってくれてるからいいとこ取りっすね。これちょっと沈んださあ、どうすっかなこれみたいなさ、下にも入ってくれるんだけど滑ってくれるのよ。ドンツルっす。ドンツルドンツル。あーマジっすか。確かにあの感じで打ちたいっす。違うよな、あの感じで打ちたいとは思ってました、うん、僕も、うん、でも打てなくもないんだけど条件が揃わないと。そうですね、うん、でもなんかそのちょっと打てそうっすね。打てる、だから削ってあげるよ。いや僕たちもう本当に5年ぐらい前から、うんうん、やっぱりその、まあ、タイトルすると K バウンスみたいなそのワイドソールを買っては削り、うんうん、買っては削りをよくやったじゃないですか、うん、あれも結局バウンスがあるものを自分たちで後ろ削ってそうだねやってたじゃないですか、うん、やっぱりバウンス角っていうかその14度ぐらいの滑る感じは必要なんですよね。12度とかバウンス角は必要なのよ。そうですよね、バウンス角が必要でソール幅は必要ないのよ。そういうことですよね。そこ難しいところですね。あのタイトリストでさ、はい、60とかでバウンス4とかのウェッジあるんですよ。ありますね。あるじゃん。あれって、まあ、測り方だとは思うんですけど、はい、
要はこのあのウェッジってね幅が狭いんですよ。幅が狭いですね、この狭、はい、でここの最初のバウンスはめちゃめちゃ強いんですよ、あれ。あで後ろがないんですよ、はい、だからまあ表記の仕方は読んだけど、はい、最初に当たるところは強いわけよ、はい、だから打ちやすいんじゃない多分ね。あ、そういうことですね。使ってる選手少ないけど、はい、だその当てるところがどこなのか、前なのか後ろなのか、はい、だバウンスが8で8とか6で超ワイドソールで最後の当たるところが後ろだったら結構当たると思うんだよ。そうですね。だその辺をこうやっぱり知らないと難しいところでは。だ US モデルではあるみたいね。あ、そうなんですか。 US モデルではバン K バウンスの、あ、確かにありますね。そう、あるみたい。結構ね選手はそれ使ったりするよ。あ、じゃあやっぱそれが打ちやすいってことですね。うん、いやここから打てるんだもん。ここから打てて、そこだって一番こう水が溜まるとこだから。そうな、ちょっとピチャピチャいってるじゃないですか。ここから打てて弾かれすぎてないじゃん。刺さってもないですしね。うん、あんまりちょっとハードル上げるとな、刺さっちゃう。刺さってないですよ。そうなのよ。いやこれがね打てなかったんすよね。なんかさっきだってそれ僕が普通にまあ打ったら、うん、今のワフコさんが球打ってる球の高さのやっぱり3分の1は低かった。そうで低いし、まっちゃんが自分のクラブでバンスのある、まあ、バンスがあの幅広いやつ打った方がターフ取れてるわけだから、まあ、弾かれないようにやってんだよね。そう、弾かれないようにちょっと上から入れてるんで、うん、だから逆なんだよね。逆の出ましたね、ゴルフの逆。逆難しい、来ましたよ。まあそんな感じでちょっとあまりにも衝撃的だったんで、はい、まあ、皆さんに真似しろとかじゃないんですけど変わったって、それは知ってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。えらい違いだな鳥。これは違いますよ。えらい違いですよ。ここまでのやるまでが大変だよね。なんかここまでたどり着くまでがさ、いっぱいウェッジ買ってさ、冬はバンスないの買ったじゃないですか。バンス4ぐらいのやつで買ったらさ、ちゃっくりしかしないしさ。ほんで今度強いの買ったらさ、まあピンのねワイドソールとかもいいんだけど、はい、これ滑って多分打てるんだけど、まあ、弾かれながら打つって感じだからさ、ちょっと弾かれない 12D にしても、なんかねこの時期になってきたらまた感じ違うですもんね。そう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 、その夏 初じゃん。そうですね、これ冬に変えてますから、冬に買ったから、去年の12月ぐらいに買ったから夏をこう初めて使うんだけど、感じがより感がいいもん。ちょっと打てるようになったわ。解決した。いや、よかったです本当に、うん、あとは削りに行くだけですね。そうですね、クラブハウスに。実はこれがもう気に食わなくてウェッジ注文しちゃってるんですよね。確かにそうですね。来る前に解決。いやでももっと良くなる可能性ありますよ。ゴルフデュー草加店で注文しちゃってるんですよ。これが気に入らないっつって昨日ゴルフやってて、はい、で僕もじゃあちょっと一本いいですか、はい、知り合いの人に電話して、はい、ありますかっつって、ちょうど入ってきますっつって、お願いします、2本お願いします。解決しちゃったんだよ。いやでももしかしたら今度は純正の、でもバンスまあ、来てからお楽しみしようか。そうですね、またその辺もちょっと楽しみに皆さん見てもらって、はい、そうですね、はい、終わりします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。